大岩スポーツ3分ざっくりブーツ紹介。よいしょ。はい、ありがとうございます。第5回目となります。今回はアビリーバご紹介したいと思います。こちらアビリーバの、最大の特徴といいますと、この光沢のあるブーツですね。すべてレーシングのモールド、いわゆる金型で設計されているブーツなので、かかと足首のフィット感は随一です。かつレーシングタイプによくある前傾角が、深いブーツ多いんですけれども、こちらのアビリーバは少しその前傾角が浅めに設計されておりますので、一般のユーザーの方にも、使いやすいモデルとなっております。ただしブーツの中に入っているこちらのフットベッドと呼ばれるパーツ、こちらのかかとの方が少し高めの設計になっていますので、前傾角は浅いんですが、ちょっとこうかかとが高い分前に行きやすい作りになっていますので、そこは注意が必要です。はい、まずご紹介するのはこちらのホーネットシリーズ。こちらの特徴はエモシステムと呼ばれるエナジーモノコックシステムポジションという名称なんですが、こちらご覧ください。こちらブーツのソール下の方に、本来こちらエアホーネットなんですけど、ないここ空洞があるんですが、ホーネットシリーズこちらはつながっています。これがダブルボトムと呼ばれる機能で、よりソールの剛性強度を高めた作りになっています。またこっちの裏面にあります、ここの形状ちょっと見えづらいんですけれども、これがインスペクターと呼ばれる機能で、これがついていることによってさらに強い反発力を生み出して、より強いレスポンスを滑りの中で感じることができる設計になっています。なのでエアーホーネットに比べると少し強度、それから出せるスピード域が高めの方におすすめのブーツとなっております。はい、そして続いて紹介するのがこちらのエアーホーネット。こちらは先ほど紹介したホーネットと比べると、シェルのこちらの素材が別のものになっています。ポリプロピレン系と呼ばれる素材を採用しておりまして、従来ですとポリウレタン系を使うのが主流なんですが、こちらの方は、かなり軽量のモデルになっております。レーシングタイプではかなりシェルが肉厚なんですが、どうしてもちょっと重量が出やすいんですが、それが肉厚だけど軽量になったというちょっと画期的なブーツになっております。はい、そしてもう一つ特筆すべきはこちらのインナーです。アビリーバ国産のスキーメーカーということもありまして、こちらのインナーすべて手仕上げで作っております。なので糸のほつれだとかそういうのがかなり少なくて緻密な作りになっております。はい、そしてこちら真ん中にあるのがですね、スーパーホーネットと呼ばれるタイプのモデルなんですが、こちら残念ながらちょっと7月31日までで、受注の方終了してしまいましたが、ブーツの素材がですねテンプラストと呼ばれる素材を採用してまして、温度変化によるシェルの硬さの変化が極端に少ないブーツとなっております。数値でいうと 95% その硬さの変化が少ないという結果が出ていまして、ちょっとお値段も高いんですが、かなり特殊な作りになっているスーパーホーネットと呼ばれるブーツですね。はい、今回ご紹介させていただきましたこちらのアビリーバーブーツ、大岩指標でいくと左右のカントバランスは1、あんまり外には割れていません。そして前後バランスは 1.5、
前傾角は、どちらかというと起きている方ですが、まあ、フットベッドの形状がかかとが高いといった要因から少し前に入っているということで 1.5 と設定させていただきました。こちらのアビリーバなんですが 95mm というラスト幅をこのエアホーネット、ホーネット、スーパーホーネットは採用していますが、その数値以上にかなり細く感じるブーツです。なので足幅が細い方、それから普段の靴を履いていてかかとがちょっと浮き気味になってしまうぐらいかかとが細い方なんかはすごく適したブーツかと思います。またアビリーバでは7月31日ちょっと今年度は終了してしまったんですが、早期予約をしていただくとこのように、ネームをブーツに無料で入れてくれたりだとか、あとバックルを変えたりっていうカスタマイズも可能となっておりますので、ぜひアビリーバーご希望の方は来年以降はお早めにご注文いただけるとよろしいかと思います。大岩スポーツでは骨格、筋肉、バランス、さまざまな要因をもとにブーツ選びを行っております。今回ご紹介したのはあくまでも一例でありますので、詳しく知りたい方は大岩スポーツの店頭の方までお越しいただければと思います。ご来店お待ちしてます。